置くやつ、なんて言ったらいいんだろう、置くやつがさ壊れちゃってないんですよ今。だから時計の箱で、時計買った時のにもらえる箱で代用してるんですよ、壊れたから。だからめっちゃね不安定だから事故るかもしれない。こんばんは。前髪はおんまゆにしてたんですけど伸びてこうなりました。あきまんさんありがとうございます。ツアーじゃない、タワー、ありがとう。書くものがね、あ、今日はこれか、なんかこのぐらいの高さにしたいんだけどどうしよう。ありがとうタワー、久々の配信で嬉しいです。なんかここ暗くない？ありがとうございます。あ、ページあった、ちょっと待ってね、ちょっと T シャツに着替えようかな。よいしょ。いや、もうすごい久々だからめっちゃいっぱい話したい話あるよ。白い T シャツにしよう。あ、T シャツじゃなくていいや、これにしよう。 T シャツというかこっちにしようと。はい、はい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 、よいしょ、前髪が上がっちゃう。話題いっぱいある、そう話題いっぱいあります。まずはタワーを描きたいと思います。ありがとう、本当にありがとうございます。嬉しい、マジでありがとう。これどうしよう、高さ出すには、まあいいか。まずはペン、こんばんは。なんかずっとイベントのあれか、こうか。ありがとうございます。あ、本門さんもありがとう、ありがとう。ありがとうございます、本当に。パンダ、パンダタワーありがとうございます。さあ、めっちゃ日焼けしたんだよね。わかんないか、こっちがわかるかも。こっちと手とこの差があるんですよ、めっちゃわからんね。なんか実物見たらめっちゃわかりやすいんですけど。パンダ赤い、いや今日というか前に日焼けしたのでもう全然あれですよ、黒いです。書こうと、画面上ではあんまりわからんね、あんまりわからんね。そう、もうめっちゃ焼ける時期。パンダがどうなってるかよく見えないわ。ちょっと想像で描きます。パンダ明日から晴れる、晴れるの？曇
曇りぐらいが一番好きですね。サラ雨もちょっと嫌だけど曇りが好き。最近はね、あ、最近一番最近はあれですね、歌唱力のね予選がありました。あとはツアーもめちゃめちゃ楽しかったです。すごいツアー好きでずっとツアーしときたいぐらい好きです。今週はねツアーがないのでちょっと悲しいですね。これぐらいにしたい。どうしよう、どうしたらいいの、どうしたらいいの、どうしたらいいんだろう。手応えの一つすら感じられ、どうしよう。まあないよね、ちょっと方法がなかった。よいしょ、ここやな。やっぱアキマンさんタワーあれは最近めっちゃ忙しかった。2024年何日だ、5月23日待ってね、タワー書いたら話すね。でもねツアーがね本当に楽しくてやばい。なんかみんなでバスで行くんですよ、あの中四国なので。でもバスで行くのが本当に楽しくて、23時台の配信初めてかな、やったことありそうだけど初めてか。なんかイケ、サラピー、アリちゃん、サラの4人でいるんですけど、それが本当に楽しいんですよ。なんかね事件がいっぱい起こって楽しいし、なんか時々パーキングエリアに寄ってもらえるんですけど、そこでなんかちょっとハメを外すのも楽しいです。ちょっとなんかね達成感の後のなんか楽しみっていうのがめっちゃ好きなんですよ。よいしょ、アキマンさん、ありがとうございます。ありがとう、あきまんさん、ありがとう。ツアーでね、ツアーめちゃめちゃ席回るのがあるんですよ。練り歩きがあるんですけど、めちゃめちゃあきまんさんのこと見つけますね。本当にありがとうございます。あ、ホーモンさん、カップリング選抜おめでとう。そう、ありがとうございます。よいしょ、これもホーモンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。 OK かな。ありがとうございました。そうでね、カップリングもカップリングもすごいなんか、いや言いたいことがあるけどまだ言えないので楽しみにしていてください。カップリングはいつ披露かは言っていいのかな、他は分かんないけど、カップリングもすごくいい曲になっていますので楽しみにしていてください。言えないことは楽しいこと、楽しい、うん、難しい、うん、楽しいこと、こんばんは。あ、で、なんだっけ、何話そうと思ったんだっけ。歌唱力の予選はが多分みんなは一番気になっておると思うんですけど、昨日終わったんですけど、なんか自分でどうか分かんないんですよ。なんかでもまあ大失敗がなかったとかは分かるよ、そういう表立った失敗がなかったとかは分かるんですけど、なんかその歌が良かったか悪かったか分からないくて、でも昨日はえ歌はね、月光を歌ったんですけど、朝のツイートでちょっと匂わせっていうレベルで載せたんですけど、見えました？歌詞持ってて、私が椅子で、そう見えました？そう、鬼塚千尋さんの月光を歌ったんですよ。もう3回、予選に出るのは3回目なんですけど、なのでリストの歌がねずっと一緒なので結構限られてくるじゃないですか、なんか自分の声に合うものって言ったら。で月光に しました。今回はなんかボイトレも行ったんですけど、オンラインのレッスンとかも受けたりもしました。予選は毎回違う歌を歌わないといけない。がっつり楽譜写って、そうそう、バレた人にはバレたかも。気になる。でもなんか29日か30日か放送がどっちかよくわかんないんですよ。どっちなんですかね。 STU、 いやグループ分けるから STU はどっちかよくわかんないんですけど、見てください。ぜひ。こんばんは。何人くらい本生かな。いや、さらば行った時間は一番最後の、あ、収録に行った時間は一番最後の組だったので、先輩とか同期とかはいなかったんですけど、くるくるがやってて、行った時にちょうど聞こえてきたんですけど、めっちゃ上手でした。くるくる、さらば好きな曲だった。ちょっと曲名を忘れちゃったけど、今回海外来る、あ、そう、その楽しみですね。あ、話したいですね。海外グループのさらも行きたいですね。なので決勝、今日ちょっとめっちゃすっぴんなので、目とかがめっちゃ薄いです。こんばんは。なんかずっとツアーの時から風邪ひいてて、わかりますか？今ちょっと声が低いんですよ。めちゃめちゃなんかツアーの2日目くらいから
飲み込んだ時にすごい喉が痛くて何も食べれないくらいで、そう、それでなんかあれ、本当に予選に出れなかったらどうしようっていうのでめっちゃ不安でした、ツアーの時は。で結局、でもその日も病院に行けなかったのでツアー中だった、結局平日になって行けたんですけど、月曜日そこで薬もらって、結構その日は治ってたんですよ、本調子ぐらいになってたんですけど、昨日終わってまた今日声がガラガラで、なんか1日だけ大丈夫だった、昨日だけ普通だった。なのでちょっとめっちゃ運いいですよね、私不幸中の幸いだなって思いました。でもちょっとめっちゃその時の心労がちょっと辛かった。感想とか、そう、なんかでもバスで移動してたんですけど、バスの中でも私マスクとかしてなかったのでそれが悪かったですね。そう、なんか大事な時にことごとくコロナになったりインフルになったりしてきたので、去年は特にそう、歌唱力だけはやめたい、欲しいって思った。豚骨スープ喉にいいんですか？マスクしんどいよねって、うん、しんどい、めっちゃ。ちょっとマスクあね、できればあんまり。てかね、最近はっていうかずっとなんですけど、もうサッチが可愛すぎる。なんか山口公演の時にサッチと話したんですよ。その時なんか予選の直前だったので頑張ろうみたいな話をしたんですよ。それでサッチと歌唱力の後に泊まりなので、なんかコンビニとかでご飯を買って宴会をしたいっていう話をしたんです宴会みたいな感じですよね。なんかね、宴会をしてるんですよ、よくサラがね。なんだっけ、ホテルの時とかにコンビニでお菓子とかいっぱい買って、ベッドでパーティーするっていう宴会をしてて、それをしたいって言いました。え、サッチはね、いや、なんかね結構優しいんですよ。だからやりましょうとか言ってくれるんよめっちゃ可愛いんよ、ほんまに可愛くて、もうね、なんか人形みたいに可愛くてめっちゃ好きなんですよ。優しいし、ふわふわしてて、性格も好きだし顔も好きだし、もう全部が好きです。ダンスも好きだし歌もうまいし、だからサッチーと連絡先を交換したいんですけど、まだできてないんですよ。私同級生、そう、3期生とは結構話しますよ。なんかリエチとはもうめっちゃ仲いいし、リエチはもう親友やな、リエチは親友やし、あ、昨日ね収録が森末姫奈ちゃんとリエチと時間が一緒だったのでついてる。森末姫奈ちゃんともいっぱい喋りました。なんか森末姫奈ちゃんはめっちゃ陽キャっていう感じがするじゃないですか。なんかギャルみたいな感じ、クラスの一軍みたいな感じじゃないですか。でも喋ってみたら、じゃあ女の子って感じ、かわいい。こんばんは。あ、てかアーシャ変わってないですね。アーシャ早く見てほしい。
結構お気に入りだから。口開けて笑ってるんですよ、珍しく。なのでアーシュ楽しみにしててください。いつ変わるんやろって思ってる。いつ変わるんだろうね、わかんないんですよ。あの聞こう聞こうって思っていつも聞きそびれてて、マネージャーさんに忘れちゃってる。6343ハートありがとう。加工しなが、そう加工しなくても漏れてます加工しなくても。めっちゃ声がガラガラなんだよね、今日は喋りにくい。あ、目の下の黒いの、黒いのはこれね、クマっていうかね、ずっとある涙袋の影だよね。新章かわいい、かわいいよね。サラは長いスカートですね。短いスカートだったんですけど、交換して長いのがいいって言ってる子がちょうどいたので交換したんですよ、一緒に。え、サラどっちが良かったかな、短いスカートと。短いって言ってもミニスカではないよ。あ、うん、あのこの前 AKB さんの衣装、そういえば初めて着てめっちゃ感動しました。ココアさんのおかげで着ることができました。なんかね、一番長いスカートでも40センチないらしくて、ってなった。40センチないのって。だから30何センチしかなくて、でもめっちゃ短くて抵抗感あったし、なんかめっちゃ面白い話なんですけど、なんかリハをもうめっちゃ詰め詰めで、その頃はスケジュールがで、あのその服を着て一回本番の前に衣装を着て踊るんですけど、踊るんですよ。でストレッチとかももう着替える時間がないから、この衣装でやろうみたいな感じになって、あの AKB さんの衣装でやったんですよ。それで、でもストレッチとかしたらめっちゃ見えるじゃないですか。なんかその普段日常生活でしないような体の動きするじゃないですか。だからあのスカートとかも角度が変わったらめっちゃ短く見えるんですよ。それでみんなやばいみたいな、これやばくないみたいな、みんな言ってて、見えみんな。それでだ、そしたらダンスの先生がもう恥ずかしくなってきたからやめようって言って、なんかジャンプに照れてて面白かっためっちゃ面白かった。そう、なんかワカメちゃんみたいな感じ。うん、髪切った。え、髪切ってないね。切ってないです、長いですよ結構今。でなんかダンスの先生がもうやめようみたいに、でみんな笑ってました。でも面白かった。先生がちょっと俺も恥ずかしくなってきたみたいなでもなんかそういうこと言わないなんか方なんですよ、普段は厳しいんですよ。なのでそう、もうジャンプにしようって言って全部ジャンプになりましたあ、そう、男の先生ですよ面白い。でだから、あ、やっぱ本店最善で見ると目のやり場に困るってナチュラルにしとけばいいんですよ。でもやっぱあれか、なんかそういうのってあるよね。なんか見てるって思われたくないみたいな、なんか意識して見てるって思われたくないなって思い込んだら逆に目がいってしまうみたいな、なんかダメだって思ったことを無意識にやってしまうって人間のあるあるじゃないですか。それだったんじゃないですか。先生お気に入りメンバー、え、全然もう喜んでる素振りとかなかったです。焦ってました。いや、そう、でも堂々としてればいいって分かっててもあれですよね。うん、堂々とってなんだっけとかなりますよね、そういう時。うん、
でさ、めっちゃ気持ちわかるわ。おじさんかもしれん、おじさん、多分サラおじさんだと思う。サラも正直目のやり場に困った、正直ね。なんか1列目だったらさ誰のも見えないけど、でも3列目とかだったからめっちゃみんな見えそうだった。ステップを見てるので足をガン見してる。絶対興味ないでしょステップなんて。わかりやすいな、そう、面白かった。あとはね、なんかなんかツアーの帰りに、いやでもやっぱツアーの醍醐味はバス、バスなんよ。バス、バスも楽しいし、ホテルも楽しいし、全部楽しい。あの本番中ももちろん楽しい。あの練り歩きがすごい好きで、なんか私が歩いたらファンの人とか、あーみたいな、来たみたいな、おーみたいな反応してくださるのがすごい嬉しいですね。自分もなんか結構喜んでくださるので、それが嬉しいです。めっちゃ全部曲練り歩きでいいかもって思った。みんな的にはどっちが好きですか？練り歩き多すぎると萎えますか？週7の時近く通ったよ。いつだろう。そうですね、今回のツアーはあの通路側がだいぶ得ですね。席によるかも。なんかさらさ、ツアーの初日とかめっちゃ緊張しました。今はねもう何公演もやったから結構慣れてるけど、歌唱力よりもめっちゃ緊張した、ツアーの初日。通路側の時だけシミサラに気づかれた。気づきましたよ、ウニャラダダさん。何に緊張する、間違えないかなとか、なんか舞台上で迷子になるのが怖くて間違えないかなみたいな感じです。なんかさら緊張しないみたいな感じでメンバーとかにいつも言ってて、なんで緊張しないのみたいな感じで言われるけど、緊張しないんじゃなくて緊張するポイントが人とちょっと違うんよ多分。緊張することめっちゃあるよ生きてて。ツアーのビジめっちゃよかった、本当ありがとう。なんかでも日焼けしちゃったのがちょっとね自分的にはないですね。いや、分からんか、まあ、顔も日焼けしとんかって思うと、手と比べたら分かる気がするけど分からんか。じゃあ日焼けしてんだよね。ちょっとツアーはねバス1台で、スタッフさんもマネージャーさんもヘアメイクさんとかも、お腹なくなっちゃった、全部みんなあれですよ、入ります、アコモデイトです。でもねめちゃくちゃそら騒がしいんですよ。だからもう全メンバーに嫌われてないか怖いです。もう本当にうるさくて、サラがサラのグループがめっちゃ大きい声で喋ってて怖いです。そう、少年野球のようなね行くんですよ。なんで分かってるのに騒ぐの。止められないんですよ。マネネに怒られたことはまだないです。この前の周南の帰りはバスの一番後ろの広いところをサラ、アリちゃん、イケ、サラピで
陣取って、その横にまひなさんが いらっしゃって、まひなさんのと人生相談してた。保健室ラジオしてた保健室ラジオ、プライベート保健室ラジオしました。なんかめっちゃいろんなこと聞きました。なんかまひなさんがわめっちゃ面白いんですよ。めっちゃ真面目に これはあれ、あのそれは違うやん、それは違うやんみたいな言って、足はみたいなこうなんよみたいな言って、これがマヒナ貯金とか急にぶっ込んでくるのがめっちゃ面白いんですよ。マヒナ貯金って何みたいなマヒナ貯金、これがマヒナ貯金ねって、もうマヒナ貯金で笑ってしまった、めっちゃ。そう、そしたら池が、え、今作りましたみたいな、その言葉今作りましたみたいな、もうそのツッコミまで全部面白くて、シラフ、そう、でもシラフでも瓦そばのタレだしをなんかお酒みたいに持ってるんですよ、こう片手に、これがマヒナ貯金みたいな、いや違う足はってそれは違うやんってそう、こんな感じ。いやでもマヒナさんの場にはサルピがめっちゃうまいからね。そう、バスの中で一角だね、そう、ちょっと一角だけ酔ってた。いつも飲んでないですよ、いつも。めっちゃ楽しかった。こんばんは。バスツアー、え、バスツアーしたい。もうなんならあのツアーも楽しいけど、バスも同じぐらい楽しいので、それがメインのイベントがしたいです。もはやサラピが真似してる。そうめっちゃ楽しかった。マイク触らないで、あ、ごめんなさい、ありがとうございます。あ、ST のバスツアーメンバー一緒に乗らないんですね。それはみんなが信用されてないんじゃないですか。バスジャックを起こすって思われてるんだ。いやでもめっちゃ楽しい。もうツアー一生してほしい。今週ないのが悲しいし、来週で終わるのもめっちゃ悲しい。どういう人みたいな、信用されてないんだよみんながっていうのは嘘だよ。なんかさ、最近さ、ここの裏、ここの唇の裏が乾燥しててプンプンプンやってるんですよ。やる癖があるんですよ最近。なんかずっとみたいな、ここが乾燥でくっつくんですよ。こう輝くが嫌な感じやっちゃって、それをなんか歌唱力の収録後にコメント取りがあったんですけど、そこでもそれを一回やってしまって、使われないでほしいですね。なんか何個か質問があって、どの質問のところでやったか忘れたけど、思ってるから使わないでほしい。こんばんは。乾燥しやすい、そうめっちゃ乾燥してた。まあ風邪ひいてるのもあってか、見物だねって。いやもう見ないでください。てかなんかコメント取り、あのとっさに言われたから、すごい考える時間がなくて、なんかな、何言ってるか分かんなかった自分が。不安ですね、変なこと言ってないか。お話し家に喫茶25日よろしくお願いします。もぴらさん、コーヒーありがとうございます。
コウタさん、ハートありがとうございます。なんかみんな最近ナイキの話何がある、っけ他に。あって今何分、まだ時間ある？充電しながらにしよう。ナイキ？ナイキって何？充電取るでも遠い、な。40分。あ、じゃああと20分ぐらいか。よいしょ。サラの部屋が汚いね。ここのあれがよ、あの物置が整理されてないですね。最近は実会が楽しみです。あ、そう、来週実会よろしくお願いします。リアタイしてください。皆さんギターね全然やってないね。最近ねピアノやってる。めっちゃきりぬきで気になりました。ありがとうございます。でも今日はね何もあの爆弾発言してないですよ。こんばんは。ピアノめっちゃ習いたいんですよ。なりたかった、ちっちゃい頃なりたかった習い事なんですけど、私やったことなくてわかんないですね。ドレミとかの全然。そう、今日は結構平和な話で溢れてます。いやみんなさ、平和な話とバイオレンスの話だったらどっちがいいの？バイオレンスの方がいいの？とりあえず髪の毛の話と、髪の毛最近はねヘアアレンジするのにハマってて、私のカメコの写真とか見てもらったらわかるんですけど、めっちゃ最近は巻いてるんですよ。どっちが好きですか？いつもはこういう内巻き普通なんですけど、最近こういう、あ、今日はただの外羽ですけど、なんかこういうのとかもめっちゃやってるで、自分でバイオレンス、そうバイオレンスの自覚あるから、バイオレンス。春夏秋冬のセンターの話は鉄板。そう、あれはガチで面白いからね。あれは面白い、本当面白い。外羽好きです。本当にやってて可愛い。ありがとうございます。外羽ね、なんか最近ずっとさ跳ねたり巻いたりしてるから、なんか内巻きの感じを忘れちゃった自分で。でも昨日は内巻きでした。最近は耳かけるのにハマってます。なんか耳かけるのあんまり好きじゃなかったんですけど、夏だし涼しい方がいいかなと思って。めっちゃ耳かけてます最近。妹はね音もいいけど、めっちゃあの反抗期。なんか耳のここがなんか尖ってて、ちょっと主張が強いので隠してます。あ、つぶちゃん、そう、なんか
この前ね山口県のツアーの時に、山口莉子ちの出身県なので、そのまま帰省するためにお母さんが会場まで迎えに来てて、その時につぶちゃん、莉子ちのワンちゃんに会えたんですよ。でもめっちゃキョロキョロしてて、すごい動揺が可愛かった。なんかコンフューズドって感じで可愛かった。莉子ちのママにも初めて会えて、なんか LINE で後から、さらちゃんのこと可愛いって言ってたよみたいな、莉子ちのママが言ってたよみたいな教えてくれた。あ、しかもなんかサラピのお母さんも公園に来てたんですけど、サラピのお母さん、サラピがあれがお母さんだよみたいな教えてくれたから、いっぱい手振ってたんですよ。サラが見たことなかったんですけど、そしたらなんかサラのこと可愛いって言ってくれてたらしくて嬉しい。いろんな人のお母さんがサラのことを可愛いと言ってくれて、妹子ちゃんは反抗期なので、めっちゃ、あ、全然話してない、話してくれない、今日まだ顔見てないです。え、なんかね、耳たぶが大きいんですよ。耳たぶこっちも尖ってるし。リコチママね、めっちゃ面白かった。妹子はさやちゃんに誰だっけ、いえ、そ、うーん、でも全員にかな。でもなんかめっちゃね敵対視されてる。なんか例えば、なんかサラの、じゃあお母さんがサラ出かける前のメイクとかしてるサラを見て、今日あれじゃんみたいな、美人いいじゃんとか、今日顔なんてやろ、今日顔いい感じじゃんみたいな言ったら、妹が、え、でもサラカラコンしてるじゃんみたいな、なんかちょっとライバル視みたいな、ちょっと可愛いですね。仲良くねって、うん、仲いい時はすごい仲いいんですけど、いや、あの後、え、全然応募してないですね。反抗、いや、でも本当に反抗の時は本当にやばくて、物とかも投げるし、なんか水とかもその辺でこうやってこぼし出す。ちょっと STU に入ってきたら大変ですね。マネージャーさんが水拭かないといけないですね。いや、とか言いながら、この前なんかツアーのバス、行きのバスで、私サラピーの買ってた氷を全部こぼして大変なことになったんです。たまには地下室が、地下室とか私ないですよ。私の家に地下室、水は頭の上にこぼされる、うーん、頭の上にはこぼされないけど、やばい、今さ、あの、私動画始めてみましたの通知取ってるんですよ。あの、自分が好きで、そしたらリコチだった、なんと通知が来た。おうち広そう。え、全然人の変化ないですよ。のりさん、コーヒーありがとう。楽屋でプロレス、プロレスするかも。え、妹が STU に入ったら。インズさん、リップありがとう。 STU ラボやつ、いや、テレ朝がやってる YouTube チャンネルのやつです。動画始めてみます。何かこぼすのしないですけど、いや、私は恋じゃないので、わざとこぼしたわけじゃないので。でも謝りました。次コンビニ行った時おごるって言いました。
でもそれからねコンビニ一緒に行けてないからまだねお詫びできてないんだ。英語の勉強継続してる。でも最近は忙しくて全然それどころじゃなくてしてないですね。なんか今日前の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 私が前回歌唱力の予選の収録したのは3年前なんですよ。2021年なのでその時の動画を見てたんですけど、写真とか見てたんですけど、動画とかなんか丸かった。その時の方が顔が三日月歌ったんですけど顔が丸いし、ちょっと荒削りなところがあるなって今にして思えば思いました。なんか肌もね汚いかったよその時。 OK さんありがとう。あれはさんなんかめっちゃでもね時が経つのが早いね最近。ちょっと成長した。なんか成長したか分かんないけど身長は 156.5cm です。でもなんか最後に測った時に何センチか覚えてないので伸びたか伸びてないかが分からないです。1年があっという間ですよねって。そうめっちゃあっという間なんです。小柄なん56どれなんだろう世の中的に見て普通よりちっちゃいよね。でもなんか自分は自分のこと152センチくらいの印象だったので156センチでもうすごいって思いました。じゃ目標が低いので身長のややが154センチ。嘘もうちょっと高かったです。忘れたな。身長がちょうどリコチと同じくらいです。出勤です。あまねさんありがとう。今日もそうなんだ。なんか大きく見えるそれより。やばい目が閉じてくる。明日はね楽しみなことがあるので楽しみですとか言って楽しみを2回言ってる。オーラかなって。そうオーラだと思います。千代さん理科ちさんからパイ投げ。そうパイ投げもう4年ぐらい前ですよね。怖いわ。給料日っていやいやいや給料日じゃないけど給料日とか分かんない。給料日いつなんだろう分かんない。喉痛いけど熱はないの。なんかあるっぽい時があったけどそのツアーの時だったので体温計とか持って行ってなくて測ってなくて分かんない。私測ってないので分からないですね。うん病院で診察の前に測った時はなかったです。給料知らない。知らない。
しげさん、口紅ありがとうございます。大体月曜日。あ、そうなんだ。え、世間の給料日が何日とかも全然ちょっと詳しくないので分かんないです。やばい、もうマジで眠たい。24日みんなここで給料日言ってるじゃん。わかんないよ、眠い、めっちゃ眠い。全然この時間に寝ることないですよ。でも寝るのめちゃくちゃ遅い方なのでないんですけど、今日に限って。明日だよって。じゃあ何か美味しいものとか食べてください。ドライアイ、何なんだろう、わかんない。じゃあそろそろランキングを読もうかな。そろそろランキング見ます。13位くまねパパさん、ありがとうございます。12位ママルンさん、ありがとうございます。11位テイリーピーさん、ありがとうございます。10位ルカさん、ありがとうございます。9位タイムファイヤーさん、ありがとうございます。8位チューチューさん、ありがとうございます。7位おやじいさん、ありがとうございます。6位ミータさん、ありがとうございます。5位キヨシさん、ありがとうございます。4位ビビリコさん、ありがとうございます。3位ボンちゃんさん、ありがとうございます。2位本門さん、ありがとうございます。そして1位秋マンさん、ありがとうございました。タワーありがとうございます。秋マンさんと本門さん、ありがとうございました。本当大事にありがとう。でも特にね何もないのであれですけど、大丈夫です。ありがとうございました。バイバイです。ありがとうございました。